冴えない今夜を目指す楽園の僕始まるよ。なんでこんな声で始めてるかは教えないよ。ロードだよ。前回のあらすじ、前回のパートどんなところで終わったか正直覚えていないよ。最近何かいろんなことを忘れていることが多いから、なんか年を感じている、年を取ったように感じているよ。前回はどんなところで終わったんだろうね。テーブル席にはノートパソコンと普通のノートが置かれている。本当にどういうところで終わったんだろうね。そうだった。そもそも俺たちがなぜこんなことをしているかというと、あ、シナリオ書かんとねって感じか。そうだったそうだった。シナリオ書こうって言うんで集まったのにさ、結局前回のパートさ、全くシナリオには触れんかったもんな。この先輩後輩がイチャイチャしまくったところを見せられた。でも高橋さんが可愛かったから許すという、そういうパートだったような気がする、うん、企画書ですか。さあこのやりとりも半ばお約束になりつつある。今日この頃姉子から新しいミッションを課せられたのだ。今回は企画書を作ってもらうわ。そういったのってもう少し早い段階で作るものでは、最初に提出するとかそんな感じだよねと思うのだが、まあ本来ならば作る内容とかを決めるんだけど、そこら辺の方は考えなくてもいいわ。そういった姉子はピオちゃんの方を見る。シナリオの大体の説明をできるかしら。わかりました。あれピオちゃんこんな声な。いやこれこの前呼んだ気がするけど、あれこれこの前ストップストップ。いきなり飛ばすけびっくりしたじゃないか。誰がそこまで細かい話をやれって言った。これはスバルの世界を語る上で重要な局面なんですよ。それは僕なんてとんでもなくことですよ。言ってしまえば不審好きのない彼、天野くんのいないウド鈴木。天野くんのいないウド鈴木って、別にウドちゃんは一人でもそれなりにやっていけそうな気がするんやけど。あれがブレーキいるよな。天野くんというブレーキがいるんだろうね。ウドちゃんはルイージのいないマリオのようなものです。ん？でもちょいちょいルイージが出てこないマリオ作品ってそこそこ出とる気がするけど、あってもなくてもいいようなものばかりだよな。よこれカレーにはラッキョウでしょ。常識に考えて、カレーにジャガイモいらねえんじゃねえかな。いやいるでしょ。あ、何ですか。あ、私にハムカーノですか。私の戦闘力は53万ですよ。睨み合い。どうでもいいわよ。私は鶏肉使ってくれるならね。は？カレーって言ったら豚肉だろ。牛を食えない貧乏人ども、道を開けろ。牛ってそんな高級なイメージがあるか。数でない戦いを響くだが、切って踊らされようとしていた。めっちゃくだらない理由だけどな。まさに時は大航カレー時代と突入したのだ。有田家の夢をかき集め、いやちゃうな、有田家の具材をかき集め。違う違う、カレーの話も芸人もどうでもいい。じゃあ間を取ってキノコとタケコとでも。だからそんな話だよねって。犬と猫どっちが。猫に決まってるだろう。そりゃそりゃ親方、それは愚問やぞお前。猫のアイコン使っている人の前で言うことではなかったな。食いついちゃった。ところで何の話だったっけ。今度いとこがお嫁に行くから曲を一つ提供しようと思ってるんです。どういった感じの曲がいいでしょうかね。お前のいとこなんか知らんわ。そういった話なかったよね。でもおめでとういとこさん。遊んでないってまだまに答えてくださいよ。ちょお前、とにかく企画書と呼ばれるものを作ればいいのですね。あ、うん。でも企画書って言っても実際の企画書とは違うものになるわね。中身については何か必須項目みたいなものはありますか。そうね、とりあえずはまずは君たちにやってもらうことは使用部分の構築ね。とりあえずこれは相談して決めてあるからいいわね。ジャンル、あ、そうか、悠久のスバルって結局どんなジャンルになるんだろうな。あれ
歴史ものなんかな、あれって。ノベルゲーム集はするんやけどな。いつの間に。昨日、高坂さんから相談されて、その時に話し合ってできたんですよ。へぇ。そういうのに俺いなくてよかったな。え、逆になんでお前いなきゃいけないのみたいな顔されてるやん、みんなに。少年は自覚をして、来てるのは終わり際だったじゃない。あ、それは少年が悪いわ。時間守れない奴にリーダーを名乗る資格はない。あ、昨日はうっかりテレビを見てて忘れてたんだっけ。あ、ダメだもう。これは本当にクズのやつだ。こういうことがあるから、ほうれん草は大事にね。はーい。作るのはアドベンチャー。正確にはノベル形式の RPG ってところね。そんなの作れるんですか。ノベルなのに RPG って。大体の基本外形を作ったことが何度かあるから楽勝とまではいかないけどできるわよ。ノベルゲームで RPG って。そもそも RPG ってさ、自分で操作してレベル上げて強くなってボスと戦うみたいな、そんなイメージがあるけど、それをノベルゲームでできるのかって、そう思うよね。すっげえ。さすがにオリジナルのエンジン作ってプログラムを組み上げろっていうのは無理だけどね。パスのソースがどうのってやつですか。まあ既存のプログラムで十分働けるものよ。RPG を動かすゲームで STG 作ったりする人たちだっているんだからね。確かし STG ってシューティングゲームの略だったよな。 RPG コマンドゲームでシューティングゲームって全然ジャンル違うのに。すごいな、カッコボ。キャラクターって立ち絵の数っていうことですか。それはちょっと違うわね。そのゲームにモブを含めたキャラがどれくらい必要なのかって段階のところよ。あくまで人数な。モブもいるんですか。もちろんいらない時もあるけど。あるんだ。立ち絵をシルエットで出すか、名前表情をどうするか、いろいろ考える材料になるからね。あ、なるほど。まあ、難しく考えないで、大体の数でいいわ。これが、さっきのキャラの立ち絵の数ってやつになるわね。差分がある立ち絵の数。ああ、表情とか。そう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 。高橋さんは結構表情が豊かだよね。立ち絵ではさ、ワンパターンしかないけど、左下のさ、顔だけの部分が結構いろいろあるんよね。そこがいい。どのキャラにポーズ差分がどれだけあって、表情差分がどれだけ、これだけ必要かいうのを書く。これはシナリオと A 担当がよく話し合って決めないと大変なことになるわ。あ、つまり、主人公と高橋さんってことやな。大変なこととは？例を言ったら、昔参加をしたところでは口約束だけで話を通したものだから、後で立ち絵の差分が足りずに、絵としなりの言ってた言わなかったの問題になってしまって、しまってシナリオも絵の人もやめたわ。友だ俺。あららあらら、の一言で終わらせてもいいようなレベルでもなかったが、相性も大事だけれど、決めた約束はきちんと文面に残しておくべきね。なるほど。ってことはピクちゃんと二人きりになる。ああ、それで前回のパートまでにそういう二人気になったからみたいな感じのところがあったんじゃ。契約関係は書面に残す。これは大事よ。すごいリアリティやな。契約関係は書面に残すって。本当にフリーゲーム作業が関係とは思えるような感じやな。背景と効果音は特に指定がない限りはフリーとかこっちが持ってるもので対処するけど、ないものとかもあるから、指定があったらそれに対応していくわ。腹を下した時の音を用意してくださいって言われてできるんです。すごい限定的だけど、それって意外と違う音でごまかせるのよ。確かに。マジで？交換音っていうのは案外それっぽければ聞いた側の脳が誤認しちゃうものなのよ。そうなんよな。この音がお腹の鳴る音、これが脱粉音。脱粉音とか言っちゃった。で、そうさ、さらっとさ、下品なことを言うのやめて。同じだ。
その後ね、水っぽいものを流す音を突き加えれば、漏れた、かっこ、しかも下痢といった感じの表現になるわ。例えが下痢などどうにかなりませんか。組み合わせ次第でいろいろ使えたりするんですね。昔、お前の音にこだわってたところを仕事して、どんなところだよ。まさか、生音ですか。そうよ。そうよじゃねえわ、お前。なんだそれ。内科か。内科か、おい、それ。こだわる部分ないかやん。OK もらうまで出したんだ。なわけねえよー。いや、そこまで、なんか、義理とかそういう下品なことで話して進められたら。ほんと、別な例えはなかったのかって。生音って言っても、手を合わせて音を出す、あれよ。ああ、小学生のいたずらでやったりする、あれか。だから、大抵は用意できるから書いておくべきね。はい。あとは、BGM だけだ。ならば、私の番ですね。あ、そういえば、親方は BGM 担当だったんじゃ。なんか影薄いから、そういうことも忘れてたぜ。過去に作っていた BGM から、数曲ゲームに使わせてもらいますね。はい。曲も日の目が見える方がいいでしょうからね。ただ、数点だけでいきます。それ以降はこういう曲が欲しいというのがあった時に作るのをお願いしたいと思います。お任せあれ。後でどういった雰囲気の曲が必要なのかを書いたファイルでももらえたなら、頭の中でシェイク&ミックスしてそれをぶん投げた後で作りましょう。それ、希望に沿ってねえじゃねえか。音楽というものはですね、相手の希望通りに作るものではありません。です。それじゃダメじゃない？相手の意見を聞いた上で、あえて無視をして自分が作りたいものを作るのです。なーに、大抵の音楽はそんな感じでできるはずです。私が言うんだからそうなんです。多分ね。お前はなんだ？曖昧すぎるぞ、お前。お前、いつか怒られるぞ！なーに。なに、注文と違う？でしたら、君の脳内の曲を自分で出力して鳴らせばいいじゃないですかって言えば。大抵の人間はみんな黙りますからね。嫌な性格。自分基準かよって。どんだけ自分に誇りを持ったん？すべての音楽家がお前みたいに自主ばかりだと思いたくないよ！はっはっはっはと、爽やかな感じで締める親方。絶対いつか揉め事を起こすぞこいつと思うが、とりあえず黙っておこう。爆弾抱えてる。このグループ爆弾抱えてるぞ。とりあえずはこんなところを今週くらいでまとめてきて。またえらい早い期間ですね。何言ってるの、これでもかなり遅いわよ。いろんなものを譲歩しての1週間なのよ。1週間もくれるんですか。1週間。ああでも主人公とか暇そうだから1週間って長い時間のような気がするな。待って、そっちの方に驚くの。3日で帰ってきてねって言われると思ってましたのでね。そのくらいと最初は思ったけど、ケラデザのこともあるからね。え、それって俺のせいなの。ええ、ぶっちゃけ君のために取った1週間だし。主人公、君はあまり実力者じゃないらしいね。そうやな、よく考えたら。そもそも初心者だからな、主人公。違います、頼りないんじゃなくて、そこにすら至ってないからですよ。そうだね。ぶっちゃけの話、先輩はこのゲームの主人公をどれぐらい理解してます。理解って。この話を主人公が女だってのと、武器が槍だってことぐらい。出来上がったテキストをもらって読んではいるので、そういった内容は分かってる。それだけじゃダメなんですよ。え、主人公の名前はどこに所属している、どんな人間性か、それを分かってどんな癖がある、何が好きなのか嫌いなのは、そうしてどんな表情をするのかに入れるのです。つまりだ、1週間というのはキャラクターを理解するために与えられた時間。はい、ですよね。どうなんですといった感じで姉子を見る後輩。さすが原作者、作品を一番よく理解してるわね。
一番の売りになるのは君の絵になるの。もちろん他の人たちの部分が売りにならないと言ってるわけではないわ。それでも最初にテキストを見るよりプレイヤーを最初に絵を見てやるのが大体の意見よ。そうやな、俺もフリーゲーム実況するときに何やろうかなって思って探しておるときで結構絵が気に入って入るパターンが多いけんな。やっぱさ、第一印象はさ、見た目なんよな。ピオちゃんなんで声渋いねん。いやいやピオちゃんギャップをつけたかった、ギャップをな。絵師でエロゲを買っているから、それは確かに分かる部分である。考えてみて。考えてみてでさ、いきなり出された絵がさ、こういうケモミ少女やけんな。フェチ入ってるな、フェチ入ってるなこれ。想像してごらん。Imagine for the people やな。寡黙なキャラなのに悲しいシーンで不意に笑顔を見せる。しかもそれが微笑とかではなく満面の笑み。いろいろと台無しだ。確かに。そう、このキャラはこんな感じの笑顔、泣き方をするというのを理解しないと台無しになるのよ。確かに。キャラごとに合った仕草とか、そういうのを絵で表現しなあかんのやな、ゲームは。となるとやっぱ主人公の立場っていうのは結構責任重大なところなんや。なるほどな。他にも文章で朝ごはんは和食だったなのに表示されているのの絵はパン。朝ごパンってやつかな、意味わからんよ。米粉でいいから、米粉で作ったパンなのかも。そういった間違いを減らすためにもキャラは理解しておかないとね。あ、でもさ、和食って言いながらパンを口に加えと主人公がおったらさ、ちょっと笑えるけん逆にやってみたらなるわそれ。AC が一番大変やよね。そうかもしれん。なんかシナリオとかキャラクターを作った人の要望を汲み取りながら作らなあかんわけやけん、確かに絵が一番大変なんか。技術だけなくてセンスもいる。ふむふむ。ある程度の脚本ができてない状態だったらキャラを先に作ってうんぬんだったんだけど、今回は脚本があるからそれに沿ったキャラ作りね。はーい。それなら。どうした後輩。別チャットでピオに話しかける。なんです先輩。おいとさ、一緒に作業しね。あ、こういう流れでさ、ハンバーガーに、ハンバーガーショップに集まったわけじゃ。前日談的な感じだったか。西北。ああ、出た。フリームのゲーム紹介入った。毎度毎度これ何だろうなって思うんやけど。いるんかな、これ。この部分。このゲームにこの宣伝を入れてさ、いくらぐらいもらっとんだろうな、フリーゲームの作者から。タタタタタタラララタタタタタ。あ、終わりか、終わりか、オッケー。普通に流しちゃったわ俺。生放送で収録中なのに普通に流しちゃったわ、ごめんなさいね。なんか何の触れもせんかったわ。まあいいや。こういった流れを得て、俺たちは互いの作業のためにここに来たのだ。先輩。それでイチャラブしていると。先輩。おお、その呼び方も可愛いな、高梨さん。ちょいちょい可愛い部分が見えてきて、俺は嬉しいぞ。ムー。これムーっていうさ、ちょっと。頬を膨らめてるんだろうなっていうところもちょっと可愛いぞ。本当に膨らんでいるわけじゃないけど可愛いぞ。先輩。なんだこれ、なんか一言喋るたびにちょっと高梨さんの可愛いところが見えてきよう気がするんやけど。先輩って。ボーイ。びっくりした。何ぼーっとしているんですか。まさか私のこと考えていたんですか。私のこと考えていたんですか。
あなたはどんなことを考えていたんですか。ああ、考えていたな。まあ、言ってみるものですね。口に手を当てて冗談だったのにという後輩。ちょっとおばん臭いぞ。先輩。なんだ。先輩はだいたい1日にどれくらい行けますか。どう捉えるんだ主人公。あ、分かってる範囲でいいですよ。どんな顔やねん。お前どんな顔やねんそれ。だいたいの平均を考える。日にもよるけど。だいたい3、4回ってところか。わ、回って言っちゃった。絶対高梨さんは回って答えて欲しいことを考えてるんじゃないと思うぞ。すると頭を机にのめり込ませる後輩。違う。やっぱりそういう想像しちゃうよね。あー1日に出る生活じゃないの。出すぎだろお前は。別名オナニの回数とも言う。違います。おお、揺れてる。体は前後に揺れ、上下に揺れてるよ。ピスト運動している。しかしおっぱいは揺れないのがこう悲しいところ。そして可愛い違いますの言い方。顔を真っ赤にしてぴょんぴょん飛びながら怒る。可愛いな本当この子。それならそうと早く言ってくれよ。お前が勘違いしたんだろ。言ってます。でも男の人ってそれくらい出せるものなんです。何でそこ突っ込んでんだお前は。食いつくのかよ。引くわ。さくらさんが言っていたのですが、量を多くしたいのだったら亜鉛を摂取して適度な運動だろ。何かわかりませんが、ろくでもない知識だと受け取りました。そうだね。とりあえずそこから離れてください。距離を保とうとしている。なんだと。お前亜鉛をバカにするなよ。お前亜鉛をな、亜鉛についてどれくらい知ってんだお前は。あれって普段の食事で不足していく栄養素であり、ないと困ってしまう現代日本の必需品なんだからな。なんかすごい豪勢なものを想像させる。マキとかでいいじゃないですか。なんでそこまで亜鉛推しなんですか。エイオス毎日飲んでるからな。亜鉛もつけて効果は倍増だ。何効果なの。な、元ネタがわからん。プラス亜鉛で効果は2倍、さらに興奮度も加えて4倍、そしていつもの3倍のボッキで12倍になる。先日男的理屈で女性も多いのロンゴミニアド、なんこれ、ロンゴミニアドって言葉あるの。最果てに輝く槍の前には刀石だ。そんな無駄にかっこいい名前にされても困るんです。そういう問題じゃないかと。そのまま机の上にある紙束でいいかな、紙束の中から1枚取り出すとこちらに渡してくる。なんだいそれは。お札かい。ストーリーの大まかな流れ。お札でなかったわ。とりあえずは話を分かりやすくしたものがこれに書かれています。わ、紙束って聞いたらさ、お札の束って想像してしまう俺がなんか悔しい。ふむふむ。これを使って CG のスチレをどれくらい書けるのか判断してもらおうと思いましてね。ほうほう。線画だけで書いたとして5日で1枚書ければいい方ってところじゃねえかな。それやばいんじゃないの。まあぶっちゃけ遅いと思うけどな。私だって鬼じゃありませんし、私たちは一般人なんです。うん、そんなに早く書かなくてもいいと思いますよ。あ、いいんじゃ。後輩。じゃあ5日に1枚ということなので、ざっと合計30枚は書けるということですね。どういう計算をしたんだそれは。待て待て待て、さっきまで言ってたことと矛盾しているじゃないか。だいたい何ヶ月かかせる気だよ。多いし、多すぎるし、神様もびっくりするくらいの量だよ。冗談ですよ。下打ち。高橋さんが下打ちしちゃったよ。君はそんな女の子になってほしくなかったのにな。あ、俺おとんみたいなこと言ってる。下打ち。じゃあ無難に10枚にしておきますか。
無難かどうかはわからないが、先ほどよりはできそうな感じがする。それならなんとかなる。じゃあこの表を見てください。はいはい、そう言われて別な紙を受け取る。これは大体のイベントになりそうなところのまとめです。ほう、なるほど。これで先輩が表を見ながらどこのイベントにどの CG を書くかを選べるというわけです。絵を描く側の人間としては結構助かるもんなんだろうな。パッと見てだいたい50ぐらい。ここから10箇所選択するってことか。しかしここまで事前に作ってあるって結構まめにやらないとできないことだよな。うん、俺にはできないことだなって思うぞ。後輩は本当にできた女だな。そうだね、一家に一人欲しいぐらいだ。わお、めっちゃ恥ずかしがってる。かわいいな、お前は相変わらず。手だのか真っ赤になってるかを隠しながら話をする。これくらい私にとっては造作もないことなんですよ。ほう、だからほらさっさと決める。へいへい。これとこれもいけるかな。これもだな。できた女っていうと彼女っぽいな。あ、でもここまでちょっと接近してきてたら口説き方によってはもしかしたら本当に彼女にかもしれない。そんな気がする。こんなものかな。よし、大体の丸をつけて後輩に渡す。大体こんな感じでどうだ。ふむふむとうなずきながら確かめる。どうだ先輩、スチレの出るシーンに偏りが見られます。スチレ？スチレってどういう意味だ。スチ？ん？マジで？すると髪を持ったまま俺の隣に来て説明を始める。近いな。わお、なんか顔を横から真横から見てる。近いな、近いよ。ほら、こことここ。ぷにゅって言った。お前おっぱい押し付けてきてるな。お前おっぱいを近づけてるな。お前、あ、この柔らかさは牛乳じゃなかった。よかった、前回のパートで高橋牛乳事件があったからな。でもその事件は間違いだったらしい。当たってる。これは天然に殺しに来てるな、童貞よ。当たってるじゃないか。でも少ない感触。現実を噛みしめる。だからこっちのってどうしたんですか。しかし小さいからといっておっぱいはおっぱい、童貞には刺激が強いのだ。当たってるんだ。は？意味がわからないといった感じでこちらを見る。ちなみに今も当たってる。危ないところだった。もし俺が高くそびえる山の大きさを知っていなければ、もっと大きな存在を知っていなければ、俺は遭難していたに違いないのだから。先輩？先輩って。どうした、どうしたんですか、急に黙って。いや、すまん、おっぱいが腕に当たるものって。おっと、それに言っちゃった。どういう反応するかな、高橋さんは。おっと、つい本音が。おっ、つっと後ろに下がる後輩。お前変なとこで引くよな。あ、大丈夫大丈夫、俺ってリーカは女という認識しないようにしてるから。うん、クソだな。例外はアウト、思うかな。それはそれで、女として背を持った身としては辛いところがあるのですが。思ったよりは思ったよりはショック受けてない感じだった。大丈夫だ、腕なし、鷹なし、諦めろという言葉があるんだから。高橋さんの名前を使ってお前いじめるのはやめろ。俺が作ったんだからな。お前以外に作りそうな人間はいないわ。全然大丈夫じゃない、しかもいいを踏んだような言葉でうまいこと言ったつもりですぞ。それでですね、これって比較的書きやすいようなシーンばかり選んでいません。ああそうなん。バレたみたいな感じの笑い方するんじゃない。そんなことないよ。ああそれ、そんなことある時のやつや。お兄ちゃん、やましいことなかったらこっち見ろや。お、男っぽくなってきた。さえ僕、今主人公は全国の貧乳を敵にしただそうです。
さて、時間も時間なんで、なんかすごい中途半端なこと終わったけどさ、ここで終わりとさせていただこう。まあ当分ちょっと高橋さんとイチャイチャ会は続くらしいです。さくらさんの影がどんどん薄くなっております。さくらさんの巨乳もう一回見たいなって思っとったらさ、さっきドバーンって出たもんな、よく考えたら。はいはい、というわけで、まだまだ続くよ、高橋さんとのイチャイチャ。あれ待てよ、ところでさ、いまだにアキラチャレンジの意味がちょっとよくわからないけど、これ。アキラチャレンジって、アキラちゃんまだいいチャレンジしているのか？むしろなんか主人公の方が、なんか大変そうでチャレンジしてるような気がする。どうなんだろう。